ニクラス・アレクサンデ・ショーンは、スウェーデン・ハルムスタット出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは、MF、DF、両サイドのサイドハーフ、サイドバックのポジションをこなした、元スウェーデン代表選手。1988年にハルムスタット BK で、プロデビューを果たして、下積みを終えた後、アルスベンスカンの強豪クラブイフックヨーテボリに1年間所属し、 レギュラーとして活躍して、リーグ優勝を経験。その後イングランドに渡り、プレミアリーグのシェフィールド・ウェンズで FC に移籍。二部降格寸前だったチームを支え、ファンの人気を博した。その実力を同リーグのエバートン FC がいち早く、見抜き、同クラブから勧誘を受け移籍。2001年、2002年では、チームの主力として活躍した。しかし2002年のシーズン中に、 大怪我に見舞われると、残りの試合を失うとともに、回復した2003年後も、出場機会を失った。彼曰く、自分がダメな選手だと思った時期だったという。その後、出場機会を求めて、ウエストハムユナイテッド FC へ移籍。しかし、出場機会は少なく、ベンチ入りで留まることが多かった。そんな中、2004年のシーズン中、フルス、 イフックヨーテボリからの遺跡の勧誘を受けた。しばらく検討した後、イフックヨーテボリへの遺跡を表明。2003年のシーズンの途中に、イフックヨーテボリへの遺跡を表明。イフックヨーテボリでは遺跡直後からレギュラーとして定着し、順調に自分のプレイを取り戻して、2005年からはキャプテンとしてチームを引っ張った。2008年、 自分のパフォーマンスをチーム合わせていくのが年々きつくなっていっていると語り、その理由をもとに選手として引退した。引退試合ではヘディングでゴールを決め、最後の角を飾った。しかし、2009年シーズン終盤に優勝争いをしていたチーム内で怪我人が続出。チームの窮地を救うために現役復帰を果たし、5試合に出場。イフ・ブロンマポイカルな戦で復帰後。 初ゴールを挙げた。代表では1993年のオーストラリア戦で代表デビュー。1994フィーファワールドカップは当然ながらメンバーに呼ばれなかったものの、大会後からは毎試合のように代表に招集され、スウェーデン代表の右サイドハーフの座を自分のものにした。ユーロ2000では背番号11でレギュラーとして出場。大会後はホーカンミルドから、 背番号7を継ぎ、以降から、背番号は7番が定着した。2 0 0 2にフィファワールドカップでも全試合に出場し、初戦のイングランド戦では強烈なミドルシュートによる同点ゴールを決めるなど、死の組と言われたグループ F の一位通過に大きく貢献した。しかしその後、クラブでの出場機会の減少により代表からも遠ざかってしまう。それにより、 ユーロ2004の召集も逃してしまった。その後のイフックヨーテボリへの移籍により、なんとか自分のプレーを取り戻すも、クリスティアン・ウィルヘルムソンの対等により、フレドリック・ユングベリの控えとして、左サイドが主戦場となった。しかし2006フィーファワールドカップ予選中、攻撃性を期待されて、右のサイドバックに抜擢された。それが、思いのほか機能し、以降サイドバックが定着し、 2006FIFA フフワールドカップでは熾烈なポジション争いの後全4試合を右サイドバックでフル出場を果たした。ユーロ2008予選では一時期キりズ違反によりチームから抜けていたクリスティアン・ビル・ヘルムソンの代わりに右サイドハーフでプレーするがユーロ2008本戦ではサイドバックで出場した。初戦での怪我により出場は1試合にとどまったが この大会を機に代表を引退した。合計109キャップ、7ゴールの代表キャリアとなった。引退後は、ヨーテボリのとある学校で教師として働いている。また、ファッションモデルなどとしても活動しており、スウェーデンの雑誌の表紙を飾ることもある。また、サッカーに関しては、チャリティーマッチなどによく参加している。引退に関して後悔していないと語る。 彼自身は三兄弟の長男だが、一番末の弟であるダニエル・アレクサンデーション・モイフック・ヨーテボリに所属するサッカー選手である。ありがとうございます。